セイブルズアイリッシュスモークノーバーを買いました。これをスライスして11種のいろんなデリがある、すごく有名なところなんですよ。ここはあと何があるのかな、シュリンプサラダ、ロブスターサラダ、すごい有名なのあれが、What is that?Oh, it's a white fish salad. Okay, let's see. Yeah, that sounds actually good. And that's a lobster, this is a crab meat. Okay. Yeah, can I have some crab salad? Yeah, thank you. What else? That's all. Yeah, and I got some salad. No herring? Herrings? Yeah. Sure, yeah. The smallest one would be good. Yeah.さあ、セイブルスで買いました。サーモンをね、6スライスとカニサラダと、ベーグル2つとなんかクリームチーズにと玉ねぎに、ニシンをつけたの、全部でね46ドル、結構高いですね。どうでしょう、もうここは有名なお店です。さあ、なんかお祭りをピクルオリーブ、なんか爽やかそうですね。クラフトとか、あ、 UFO キャッチャー、 UFO キャッチャーじゃない、ドリームキャッチャー、全然違う、 UFO キャッチャーじゃないよね。通勤路です。土曜日に突然現れたストリートマーケット、あー、肉が肉肉しいね。クレープ屋さんですね、クレープ屋さん、なんか雰囲気のあるおばあちゃんが、ソーセージ、すんげえ、お、あれは焼きトウモロコシじゃん、しかも炭火焼き3ドルだって、トウモロコシ、あれはね、美味しいんですよ、メキシカンのね、いろんなスパイスとかね、ソースをかけてね、チリもかけて、チーズもかけてね、美味しい。お、レモネードということで、土曜日の散策でした。はい、買い物から帰ってきました。じゃあ試食してみましょう。試食、試食、すごいお尻の上がり方、すごいお尻の上がり方、こんな風に紙とホイルに包まれてスライスしてもらったものをいただいてきました。もうね、スライスしたてはね、本当に美味しいんだよね。この油のテカリ、うわー、すんごい油乗ってる。ベーグルはこのゴマとポピーシード両方くっついたやつ、うわ、はい、塗りました。オニオンを、で、このサーモンを乗せて、サーモンしゅうちゃん、薄切りのトマトも1枚乗せて、そしてケーパーも乗せて、いっぱい、こんな感じになりました。ではいただきます。しゅうちゃん、これ美味しそうじゃない。おいしい、おいしい。このベーグルっていうのはね、ニューヨークにいるジューリッシュの人たちのもう本当に独特なものですよね。このベーグルもちゃんと茹でてから焼いてある、もう本場のベーグルです。このちょっと食感が違います、もうチッとしてて美味しい。じゃあこのクラブカニサラダ、しょっちゅうおカニのサラダ、これもいただいてみましょう。おカニのサラダはこんな感じですね。結構ゴロゴロゴロっとカニの身が入ってる。しょっちゅうおカニのサラダ、おカニのサラダ、ね、あんなにカニカマをさ、目の敵にしたじゃん、2人で、ね、本当のおカニだよ、本当のおカニだよ。どうですか、匂い的に、匂い的に、うわっ、うわっ、うわっ、びっくりした。いただきます。うん、うん、あ、あのね、結構ね、甘口ですね、あの味付けが。パンに挟んで食べるとちょうどいい感じになるんじゃないかなと思います。結構甘い、味はいい。これに僕は少しレモンを絞って食べたら完璧にもう好きな味ですね。
うん、でもこれは万人受けすると思う。とっても美味しい。ニシンいってみましょうかね。ニシン、このニシンを玉ねぎとクリームチーズにつけるっていう、その発想自体がもう全然わかんないですよね、僕たちには、日本人にはね。ここはニシンの実が出てきた。じゃこのニシン、玉ねぎと一緒にいただいてみます。これはね、美味しいんですけどね、あのしめ鯖をね、もっと甘くした感じです、味付け的には。うん、そしてクリームチーズと玉ねぎが入ってて、あー分かった。でもね、味の感じはね、バッテラに近いです。ニシンがちょうどしめ鯖みたいな感じで、の玉ねぎとクリームチーズがね、あえてあるのがね、あのとろろ昆布とガリ、生姜がこうくっついてるのにね、うん、味の種類が近い感じ。美味しいです。セーブルズ77丁目と78丁目の間のセカンドアベニュー沿いです。うん、 We ship anywhere in the US って書いてあるからね、アメリカにいる人は、うん、お取り寄せできますね。ぜひ、どうでしょう。ものすごく有名な11種のデリ、セーブルズです。まあ、でもこのサンドイッチ、このサーモンとクリームチーズとオニオンとケイパーって、もうこれは本当完璧なコンビネーションですね。もう、やっぱりこれを超えるものはなかなか難しいですね。完璧なコンビネーション、すごく美味しい。じゃあ引き続きいただきます。じゃあね、ショッキン。